ときめきメモリアルガールズサイド3小悪魔一途にこうちゃん攻略編を本日もプレイしていきたいと思います。で早速ですが、今日は遊園地デートですね、行ってきたいと思います。こうちゃんが嫌いなね観覧車に乗らないといけないんですけど、ウルトラセクシーでいっか。あれ、あの T シャツか。寒いかしら。でもちょっと。いっか。確か意外とこの間寒いって言われなかったから、いいや。遅くなっちゃった。コウ君はもう来てる。観覧車。ごめんね、待たせちゃった。まあな。怒ってるよね。もともとこういう顔だ。行くぞ。うん？あ？あ？なんだよ。おい、今日ずいぶん思い切りやがったな。こういうの嫌だった？ああ、そうじゃねえよ。俺も男だぞ。コウ君ってこういうの好きなんだ。さてと、何乗るよ。どうした？あなたの嫌いな観覧車に乗りますよ、これから。あ？なんだ？上等。嫌いなのは知ってるんですけど。マジかよ。マジです。どうした？あらららら、なんだよ。おいおい、またか。だりーな。超嫌そう。どうした？なんだ？まあ、そういうことね。おい、これ近すぎだ。危ねえだろ。顔。寝た。うわ、眠。
どうした？なんだ？おい、もういい。お前の飽きるまでやれ。どれも多分良くないんだろうけど確認します。本当にどれも良くなかった。景色綺麗だったね。寝てたんじゃん、だって景色だ。ああ、まあ、そうか。どうした？なんだ？おい、これ近すぎ。危ねえだろ。まあまあかな。デートコンビ来ないな。さてと、こんなもんだろ今日は。うん？なんだ？おい、これ近すぎだ。そんなに見上げてっと首が痛くなんぞ。バカどもがいるとあれだ。家まで送る。うん？なんだ？おい、悪かねえと思えてきた。で、つなぐぞ。ありがとう、送ってくれて。礼言うほどのことじゃねえ。じゃあな。どうした？なんだ？おい、これ近すぎだ。危ねえだろ。コウ君に送ってもらっちゃった。あ、コウ君からメール。ベタつくのは好きじゃねえけどお前が相手だと不思議と悪い気がしねえ、だって。やった、コウ君すごく喜んでるみたい。観覧車には喜んでなかったですけどね。そうだ、キャップ取っちゃってるよね多分ね。かろうじてガリベン。ストレスがやばいな。健康運どうだっけ。普通だからちょっと寝とこうかな。藤谷、ちっといいが。ん？あ、コウ君どうかした？ああ。今度の日曜空いてるか？あーら、あら、あら、あら、ときめいちゃいました？あら。寝ようと思ってたけど。いいわ、目が覚めたから。水族館、水族館行ってみようぜ。あー、水族館はちょっと用事が
ない商店街行くか。商店街、これまた用事のないところに。たまにはよ。ああ、うち来るか。もう、もう、もう、行きます。ちょっと待って、待って、服持ってるっけ。ちょっといや、まあいいや、行く、でも行く、うん、行く。おう、じゃ決まりだな。うん、待ち合わせ場所は自宅前でいい？だな。遅れんなよ、コウ君こそ。そうだな、じゃあよ。いや、家来た。コウ君からデートに誘われちゃった。やったー、いえ。テンション上がった。はあ、あ、でも待って、ときめいたってことは、私今月振りま行こうとしてたけど、もう多分今後振りまはいけないよね。絶対潰してくるに決まってるから。ちょっとじゃあ普通に服を買おう。ちょ、ファッションチェックで春受けてないから、うん、そうね、多分振りまデートは逃れられないでしょうから、ちょっと占いがいまいちな時に行こうかな。服買いに。服も大丈夫そうですね。じゃあ初めてのおうちデートをしていきたいと思います。ちょっとこんな邪魔なものを脱ぎます。これもちょっとダメです。こっちです。ちょっと寒い、さすがに。ストールでごまかす？ストールでごまかされてるかわかんないけど、これでいこう。うん、OK。 ちょっとセクシーさが足りないけど。コウ君まだ来てないみたい。悪い。コウ君遅刻。でも走ってきてくれたんだね。走ってね。あれは走ってたよ。あれは早歩きだ。いいから行くぞ。これは人の前で呼んできますね、今日から多分。あ、なんだよ。おいおい、またか。アプローチポイントがたまりやすい。よかった。寒い？へえ、そうきたか。え？その格好だ。いい感じじゃねえか。お前にしちゃえよ。コウ君に褒められちゃった。嬉しいな。上がれ。汚ねえとこだけどな。ん？なんだ？おい、これ近すぎだ。やめろ。ふふ、それじゃあお邪魔します。こうして見るとよ、お前はどう考えてんのか知らねえけど、その服、わざとか？わざとだよ。まあ。当たり前じゃん。なんだ。なんだ。おい、これ近すぎだ。まあ、いいけどよ。と、まあ。こんな感じだ。まあ、なんだ。なんだ。おい、これ近すぎだ。
マジになんぞ。はあ、どれだっけな、ちょっと確認します。思った通りこれでしたね。個性的な部屋だね。まあね、それなりにこだわってるからな。レコード見るか。まあ、なんだなんだ。おい、これ近すぎだ。やめろ。やったね、バッチリ好印象。見る。レコードなんか聞くか。まあ、なんだなんだ。おい、これ近すぎだ。マジになんぞ。よし、その面なら満足したみてえだな。うん、大満足。どうした？なんだ？おい、これ近すぎだ。まだ物足んねえな。お前は？おい、しおり。お、来た。どうした？なんだ？おい、これ近っ。危ねえだろ。うん、ん？あ、いや、ガキの頃はそう呼んでたっけなって絵を。ん？なんだ？おい、任せろ。変な虫は寄せつけねえ。いいよ、その方が。おお、そうかよ。ん？なんだ？おい、これ近すぎだ。まあ、いいけどよ。うん。しおり。あ、いや、練習だ。気にすんな。どうした？なんだ？おい、これ近くてね。調子乗ってっと後が怖えぞ。なんだかちょっと照れるかも。今日はよ、遅らせろ。ほら、来い。ん？なんだ？おい、そばに来い。もっとだ。あら、ありがとう、送ってくれて。礼言うほどのことじゃねえ。じゃあな。ん？なんだ？おい、これ近すぎだ。次はよ。あ、なんでもねえ。コウ君に送ってもらっちゃった？あ、コウ君からメール。帰ってきても声が聞こえたような気がして、ついお前の姿探しちまう。バカみてえだな、俺だって。山崎正義のワンモアタイムですね。ちょっと恥ずかしい、でも嬉しいな。いつでも探しているよ、どっかに君の。あー、2レベルになった。あ、待って、2レベルになったってことはもうあれ、夏ってか夏になんなくても来る。これ冬服バージョンもあるんだよね。
でもさ、冬服バージョン見たことないけど、個人的には夏服バージョンがいいな。でもそうだ、だってどうせさ一緒にさ帰ろうってならないと起きないもんね、確かね。バイト変えようかな、ちょっと悩むな。あ、そう、今月はワンニャンに行こうとしてたんだ。バイト変えちゃおう。悩むな。いやでもちょっと、ストレスになってきた。お？もしもし、あ、小悪魔イベントかな。どうしたの？こんな時間に。いや、別に。どうもしねえな。そう？切るわ。じゃあな。待って、ちょっとお話しする？なんでだよ。だってそうしたくて派電話くれたんでしょ？バカ、なんで俺が。こうくん、素直にね。まあ実はちっとな、どうにもいい夜だしよ。よろしい、ふふ。そろそろ寝るかな。うん、そうしなさい。最近な、そうやってお前に命令されるとなんだか気が楽になる。うまく眠れそうだ。ふふ、本当に？ああ。じゃあおやすみなさいって言って。バカ、言わねえよ。言いなさい。はい、どうぞ。おやすみなさい、バカ。ああ、いい。ふふ。ごちそうさまでした。ちょっとね、買い物に行って、まあちょっと服と、あとまあファッションチェックをね、受けていきたいと思います。きっとフリマには出かけられないような気がしてるんで。はい、今お買い物に行って、服をちょっと調達と、あとファッションチェックを受
けてきました。うん、だいぶ服が増えてきましたね。よかったよかった。あとそう、浴衣をね買い直さないといけないですね。まあ、でも服もねだいぶ充実はしてきたし、ちょっと上着がやや少ないか。まあ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 、やっと。みよ、何？ねえ、一緒に帰らない？うん、帰る。うん、じゃあ行こっか。今週はバッチリ頑張ったよね。おう、体育会系なかなかキレがいいぞ。やったね。でもちょっとストレスがまたやばいんだよな。いや、フリマ潰されるぐらいだったら、いや30日にデートしようかな、来週誘って。ちょっと今日は寝ますかね。じゃないかな、ときめき状態ではないかな、好きぐらいかな。あ、間違えちゃったじゃん。うんうんうん、やっぱそうだね。他には？よし、ちょっと寝よう。ノーキーウィークですけれども、しおり、ちょっといいか。いいけどさ、いいけどさ、動物園にはきっと誘ってくれないよね。あ、コウ君どうかした？ああ、今度の日曜、空いてるか？うん、空いてるよ。しろ、
見に行かねえか。城臨海公園行かねえか。臨海公園か、まあいっか、臨海公園ならワンニャンはいいや。ちょっと6月2回行こうかな、デート。うん、行こう。おう、じゃあ決まりだな。うん、待ち合わせ場所は羽畑駅でいい？だな。遅れんなよ、ホウ君こそ。そうだな。じゃあよ。コウ君からデートに誘われちゃった。あ、じゃあフリマ誘われないじゃんっていうか。どれもジリッチみたいだけど何を買おうかな。ポスターだよ。あ、葉月系のポスターじゃない、こっちのポスターね。プレゼントも用意したし、あとは渡すだけ。喜んでくれるといいな。あ、コウ君。しおり。はい、これ誕生日プレゼント。俺に？うん、コウ君にだよ。なんで？なんでって好きだから。なんでってコウ君の誕生日のお祝いだから。おい、わかった、サンキュー。うふ、開けてみて。おお、どうかな。なるほどな。だった？上出来だ。本当？ああ、俺のコレクション棚に追加だ。やった、すごく喜んでもらえたみたい。しようかなと思います。ご視聴ありがとうございました。